は野田チャンネル。はい、ということで、こちらをですねジモティさんでもらってまいりました。これじゃないですね、この下でございます。だー、はい、今ちょっとですね急ぎでですね、なんかこんな感じで置いときゃいいかなということで置いてみました。ちょっとまだ使ってるんですけどね。はい、いかがでしょう。だいぶね棚が1個増えましたね。ちょっと1段上がりましたね、位置が。やりましたね、ありがたいです。これね結構大変でした。自転車でね、乗せて押してきましたからね。手が筋肉痛かもしれない、これは。重たかった、結構。だからね、それぐらいしっかりしたやつなんですよね。ちょっとこれもね、今ね、時間があったんで、乗せた後に、この網をね、つけてみました。これね、100均のやつなんですけど、これ取れちゃうかもしれないと思ってね、今ね、テープでまた貼りました、上から。大丈夫かなね、この辺は鶴ヶ谷さんの福袋から出てきたやつですね。そのままぶら下げました。全部くっついてたんで、ありがたいですね。値段はついてないですけども。はい。ということでね、ちょっと上がりましたよ。棚の高さが。ね。今まで向こう側が見えてたんですけど、ありがたいですね。これをね、置くとこなくてね、どうしようかなと思ってたんですけどね、コアラマーチクッション。ね、こんな感じで入ったと思ってね。こんな感じで。ここスッキリしたね、ちょっとね。ただここが狭くなっちゃったんで、椅子を変えてみました。椅子余ってるんでね、またね。はい、さあ、ここにね、ちょっとあってね。ただね、これ、お店としては良くないよね。四角ができちゃったっていうね。まあ、ちょっとこの壁ね、ちょっと向きがね、もうこっちからこっちへずらしたんですね。本当はこっちですよね。はい。こっちなんですよね、これね。はい。落ちちゃったよ。これ本当はもっと横向きでしたからね、これね。ちょっと急ぎなもんでね、やりました。これね、真逆だ、真裏だったんですよ、これ。真裏をですね、これに変えまして、こっちでね。でかいやつをこっちにしたかったんですけど、ちょっとね、時間がかかって手間がかかるなと思ってね。やりました。で、はい、こんな感じでございます。あ、これね、この棚も、前にね、動画上げたと思うんですけど、これもいただいた。同じ方ですね。あれじゃないですかね。ベッド的に、ベッドのシステムベッドみたいなやつもなっていうので、多分、あ、そうか、これね、さっき出ましたね。これもそのまんま、ね、カゴがないんですよ、問題は。カゴがないんでね、もうお菓子の箱ですね、これ、ダンボール、ね。硬そうなやつ。ね、これバレンタインデーのチョコレートもらった箱ですね、これがね、ガンダムのね、はい、この動画出てきたと思うんですけど。はい、もうこんな感じでね、だいぶ、大変でございます。はい。もうこういうとこ余るじゃないですか。これどうしよう。これね。こういうとこどうしようか。つってね。置くもねえな。つってね。ここだいぶなんか変で、中途半端に気持ち悪く、ね。余ってるんでどうしようかなっていうときは、もうこういうの置いちゃおうっていうね。こういうの置いてね。いい感じ。こう雑貨屋さんみたいな感じでね。こうなんか、ね。置いといたらいいんじゃないかななんて思ってね。ただこういうのの、ここに置くとね、これ引っ張ったときにね、ダーンって全部落っこっちゃうから、ここ置きづらいね。どうしようかな。ね。でも置いちゃいますか、これだったら。これちっちゃいだったらね。いいのかな、ね。こういう感じでね。これどうですか、これ。超適当じゃねえって感じですけども。もうね、本当にね、種類とかね、こうね、減ったくるもないんですよ。もう置く場所がないんですから。ね。これいいですね。まだね、奥入るんですよ、全然。うん。とりあえず仮で全部置いただけなんでね。ねえ、どうしましょうかね、これ何をこう、こういうのもね、全部ね、もう、縦置きで置いてるんで、もう、縦っていうかね、ほんとね、こういう側面だけ見せて、こっちじゃないと売れないじゃないですか、だから、ねえ、と思ってるんですけどね、はい。まあ、こんな感じで、ね、DVD 今まで全然見えなかったのでね、見えるようになったって、これ大丈夫ですよ、これセクシーですけども、これエロじゃないです。これグラビアね、最近のグラビアセクシーにギリギリ、限界ギリギリまで行くみたいなね、感じが多いですから。ということでね。昨日ですね、久々にですね、光院埼玉さんがね、来てくださいまして、一緒に動画を撮りまして、わーわーやっとりまして、その辺でね、見た方もいるかななんてね、いうこともね、あると思うんですけれども。さあ、そんな感じでね。光坂で免許を取ったという、話ですね。はい。
これとかもね、ショート動画撮ろうかなと思ってね、まだやってないです、これ。もうボールがね、片手じゃ無理。ね、ボールがポーンと入ったらね、いいかななんて思ってね、困っちゃうみたいなね、こんな感じでね、やっております。はい。まあまあ、まだまだね、棚の方がね、足りない。あとね、バックストックというか、在庫と、あとネットに出てるもののやつが全部まだね、段ボールに入りっぱなしなんで、まだまだね、棚欲しいんですけどね。ということで、ね、なんだかんだなんか大した話もしてないんですけども、とにかくこの棚、これが嬉しい。底上げができましたよ。とにかく。これでまだまだね、駿河屋福袋を買ってもね、大丈夫だなって感じもしますけどね。もうね、今ね、トレカばっかですからね。トレカもここに置いてもね、っていう感じもあるじゃないですか。でね、ちょっと在庫の方もね、ちょっと置き場がちょっと今ね、裏に全部置いちゃってるんでね、表に出したいんですけどね、ノーマルカードばっかりいっぱい置いてもね、っていうところもありますしね、どうなんでしょうか。ということで、ね、ちょっとダラダラ喋ってしまいましたけれども、こんな感じでね、ゲームとね、DVD ともね、急ぎで置いたやつばっかなんでね、もうほんと、穴埋めで、どんどん行ってますから、ね、どうしてもね、こんな感じで、ジャンルとか全部バラバラでございますね。とにかく、何、隙間を見せないように、みたいなね、まあまあ、ここめちゃくちゃ空いてますけど、ね、もっと大きいのがね、置ければいいんですけどね。まあこんな感じでね、もうずっとこの移転からずっといますね、この二人。ね、もう、何狛犬みたいな感じでね、この右と左にね、これもいますね、全然ね。気合だっていうことでね。気合だっていうことで、ね。嫌いじゃないですよ、気合ですよ。ということですよね。はい、こんな感じでね、やっております。はい。ね、いかがでしょうか。ね。はい。まあ、光さんがね、だいぶいろいろね、やってたと思うんで、動画の方でね、映ってたと思うんで、問題ないかと思うんですけれども、なんか、ほぼ同じようなね、感じになってるかな、なんて、ちょっと思っちゃいますけども、ね、この感じでね、やっております、ね。これね、これなんかいいんじゃないかな、なんてね、思いますよね、なんかね、セブンイレブンのエコバッグ。ね、これを持ってセブンイレブンに行くっていうね、なかなかいいんじゃないですか。あ、これ持ってローソン行っちゃうつもいいかもしれないね。ファミマとかね。ね、何ですかみたいな顔してね、しながらね、行ったりするのもね、楽しいんじゃないかななんて、ちょっと思いますけどね。はい。さあ、ね。まあ、何でもいいんですけどね、売れてくれれば。売れんのかね、これ。ね、はい、ということでね、皆さんとわーわーとお話をしてきましたけれども、こんな感じでね、お店がね、徐々にまたパワーアップしていけばいいなということでね、やっておりますね。これ、ね、腐る気がちょっと大変です。はい、ということで、はい、皆さんもしよかったらね、またね、いろいろ協力していただけるとありがたいです。棚もそうですし、ね、福袋もそうですね、あの辺もね、やっていただけると、またね、動画もね、楽しく増えるかななんて思いますけれども、ね、なんかね、光さんの写真、ツイッターにね、上げてくださってた写真がね、だいぶね、ちょっと品数豊富のようにね、見えてましたね。なんかね、ありがたかったですね。もう、俺とかはね、この壁、真っ白い壁とかね、これね、気持ち悪いんですけど、でもね、この壁とかね、こうどうすることもできないんですよね。できるだけ、この、やっぱ一般で住むお家なんで、やらないでくれっていうことで言われてるんで、ね、そこなんですよ、問題は。ね、壁に穴開けたりとか、さすがにちょっとね、しちゃうと大変なんでね、そんな感じなんですよ、ね。そうだ、光さんの写真がね、ちょっと嬉しいなと思ってね、品数が豊富にすごい見えたから。まあね、あんまり変わってないんですけどね、基本的には。ということで、いかがでしょうか、ね、こんな感じで、やっておりますね。こういうことが気持ち悪いな、これネットとか貼りたいな、ね、金網つけたいなっていう感じがしますけれども、ね、ということで、皆さん、こんな感じでございます。
基本的には予約でやってますんで、急に来てもお店に誰もいないかもしれないということがあるのでお気をつけください、ね、ということで、皆さん、ありがとうございました。もうね、大した話もできませんで、ね、こんな感じでねやっております、ね、なかなかね、ここにある、ね、お店のね品物の紹介とかはねなかなかねあまりやってないので、ねえねえ、どうなんでしょうかって感じなんですけども、はい、ね、ちょっとぐちゃぐちゃでね、なんか光さんもねそうですし、おもちゃ発掘探検隊さんもそうですけど、結構ねお店のなんかその動画撮ってらっしゃいますんでね、いいなぁとか思うんですけどね、よく考えたら自分の店撮ってねえなっていうね、こともありますよね、はい。あ、これはね、リラックマのやつ集めようかなと。これ、クレファイル置きっぱなしになってるんですね。トレカが置きますね。置いてますね。はい。このね、トレカ関係ないやつもね、こう隙間に置いちゃったりしてね。こうやったらちょっと面白いんじゃないかなと思ってね。売れねえかなと思ってね、置いてます。はい。ということで。ね。はい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 。どうですか？この辺もちょっと光さん撮ってらしたかな？ね。はい。こんな感じだね。はい。はい、やっております。はい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 。はい、ということで、ね、こんな感じでね、このザルがいいですね。このザルね、ハードオフで50円で売ってたので、ね、買っちゃいましたね、これね。なんかあれだよね、下手するとさ、お盆とかでさ、なんか果物が入ってるやつのカゴじゃねみたいな、これ仏壇とかに置いてあったんじゃねみたいな、ちょっとそれはちょっとあんまりいいだなとか思いますけども、でもね、まあね、なんか大丈夫だろうってことでやっておりますね。これね、駿河屋さんの福袋が出てきたまんまね、ネタをそのままつけちゃってるっていうね、剥がさないもう、まあマグカップ300円で欲しいかって言われるとそこですけど、まあつけとけということで、ね、もうつけとけこの、ね、この値段で買ってください、もうめんどくさい、めんどくさい、こんな値段でいいよみたいなね、なんなら110円だからこれ100円にするみたいなね。感じでね、もうすいませんね、うちはね、もうこれね、大変なんですよ、もう。よくお店で使う、ガチャンって言って値段をつけるラベラーって言うんですけど、ラベラーこの機械でね、こうガチャンガチャンガチャンってつけるやつ、昔は持ってたんですけどね、さすがにここでやるとね、うるさい、あの音が。ね、一般のお家で使うにはね、ちょっとうるさすぎるんですよ、あれね、ということで、それも今ないんで、手書きでね、貼ったりするのもね、ちょっと大変なんで、もうつけない、お値段は言いますっていうことで、やっておりますんでね。あ、これフィギュア見えないじゃん。ね、ほら、無一郎さん見えないじゃん。こっちこっちこ、ね、せっかくここ空いてますから、無一郎さんが見えるようにこっち。これさ、ほら、ここまでよねこれね。上空いてんだもん。上っていうか下じゃんっていうね。さあ、とりあえずねこうやってやってやらないとフィギュア見えねえから、ね。ムイチロさん、はい、これでよかった、見えるようになったね。で、こっちを見たっていうね、感じでね、ジャンルね、種類別関係なしで入っちゃうから、ね、これちょっとここ気持ち空いてるところ置いちゃいましょうかね、こんなんでいいんでしょうかって感じもしますけれども、はい、もうこのままね、値段この値段で、200円、1個100円かってことでね、はい。まあね、それでいいか。もうね、これもね、値段ね、ついてますね、これ。定価ですね、これ、新品の値段じゃない、これ。380円ね。はい、ということで、まあ、とりあえずね、そんな感じでね、行きましょうか。ね、ね、寝ています。はい、こんな感じでね、はい。さあ、まあ、こんな感じで大丈夫ですかね。はい。ちょっと、ね、だらだらと、喋ってしまいましたけれども、こんな感じでね、元気にやっていますんで、ね、もしよかったらね、皆さんも、チャンネル登録を、ね、していただけると助かります、ね、大した話もしませんけれども、ね、よろしくお願いします。じゃあまたねということで、ありがとうございました、チャンネル登録そして
高評価お願いします。そしてカウノチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。別の動画も見てね。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウノチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。別の動画も見てね。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウノチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。別の動画も見てね。タバコに火をつける、実報なんかじゃ全然うまくない。俺は100円ライター、あいつじゃないと。ライターライター、オーマイライター。